青木和夫11月28日から1982年6月25日は、日本の大倉官僚、政治家、貴族院議員、参議院議員、大倉大臣、大東亜大臣などを歴任。君一等局実大受賞。長野県さらしな郡牧郷村で、農家、青木善造の長男として生まれる。高等小学校卒業後は農業に従事して、 母と祖母の手助けをするつもりでいたが、出本していた父親から、学士を送るので進学せよとの手紙が届き、長野中学校に進学する。後第一高等学校を経て、1916年に東京帝国大学法学部を卒業し、大蔵省に入省する。入省後、預金部運用課長、蔵省秘書官兼秘書課長、理財局国庫課長に就任。 高橋小暦を増床時代にあたる国庫課長時に、ザコ水ズヒを、甲府税務所長から呼び寄せ外国為替管理法案を策定。1933年春に法案は国会を通過し、同年5月1日に施行された。同年月日に、青木も初代外国為替管理部長に就いた。当時総合的な外為の国家管理を実施していた国はなく、 外為法は、米国統制法とともに、石油業法などの閣業法や、後の国家総動員法など、日本における真の意味での経済統制法の行使と、みなされている。1934年、理財局長となる。茅屋沖則、石渡総太郎と共に、大倉省の三馬ガラスと歌われたが、広田内閣の馬場栄一蔵省、長沼光貴蔵省秘書官による、刷新人事により、 台湾事務局次長に転出を余儀なくされる。九百三十七年、この絵文丸首相の要請により企画院の創設に携わり、次長に就任。九百三十九年には総裁となる。同年八月二十八日、貴族院直選議員に直任される。同年八月、企画院総裁を兼ねたまま、安倍内閣に大倉大臣として初入閣。その後、 王朝明政権への特派大使顧問として南京に赴任し、経済政策を指導する。1942年には、東場内閣で初代大東亜大臣を拝命し、大東亜会議などの施策に携わる。部下に今井武雄らがいた。戦後は永久戦犯容疑者として収監されるが、1948年、釈放される。その後は弁護士を務める。 追放解除後の1953年、第3回参議院選挙の全国区に、吉田自由党から立候補して、当選、当選は、計4回を数えた。保守合同後は自由民主党に移り、石井派に属した。参院予算、大倉内閣各委員長や、自由民主党参院議員会長を歴任。1956年に、 旧内務官僚出身の山崎岩尾山町村金吾などと連携して国際共産主義と交往する国内の革命勢力の集団的暴力活動に対処する方策や日教祖の変更教育、勤務表情対策を講求することを目的に自由民主党政務調査会に治安対策特別委員会を設立し初代委員長に就任した。青木によると党内には 内務大臣や警保局長などをやった経験者がいるではないかというと、私のような門外の出身で信念の強い人が適任だとして押し付けられたという。青木は治安対策特別委員会委員長として警察庁の要求する機動隊の整備充実や公安庁査長の増員の予算獲得に尽力した。1960年には千葉三郎、木村徳太郎らと ウファグループ、祖神会を、結成、親台湾派の立場から、日中国交回復に激しく反発した。また、高速道路網の構築に情熱を傾け、特に中央自動車道の建設実現に貢献した。1963年には、中央自動車道建設推進委員会の委員長として、それまでは、中央道富士吉田線を延長し、 飯田に抜ける南アルプス経由で決まっていたルートを甲府岡谷を経由し、そこから長野自動車道が分岐する現在の迂回ルートに変更する際に主導的役割を果たした。1965年の第7回参議院議員通常選挙では大掛かりな違法文書の配布が摘発。日本税理士会連合会会長らが逮捕されている。追放解除後は、 新越放送の顧問を務めていたが、1968年に長野県第二の民間放送会社長野放送が設立されると、初代の会長に就任、1980年の引退まで務めている。翌1981年秋に回顧録、我が90年の生涯を帰り見てを刊行している。1977年に政界引退。 1982年6月25日死去。満92歳の大王女だった。1972年より引退までは最年長国会議員であった。ありがとうございます。